皆さんこんにちは、ケンです。今日は私のハイエース2ヶ月かけて DIY したんですけども、私が手を加えた部分を外してノーマルの状態にします。そしてプロのビルダーさんにもう任せまして、自転車旅に特化した本格的なキャンピングカーに仕上げてもらおうと思います。まあ、なんでね、今日はねそのバラし作業をひたすらやっていく動画でございます。でそのケンハマミハウスはですね、結構その倉庫とかがいろいろあるんですよ。あの家の周りにいっぱい倉庫があって、そのうちの一つの自転車部屋にしたとこ、初期から見た方だと懐かしいなって思った方いると思うんですけどね、今ちょっとこんな感じで実は物置になってまして、でそのハイエース DIY するにあたってそのキャンプ用品を置いてたりとか、工具も愛知県に持ってっちゃったんですっからかんな状態です。カフェスペースもこういうね、もう DIY のための用品で、これハイエースにもともとついたセカンドシートも放置状態って感じですね。まあまずここ綺麗にしてから、ちょっとこの棚ね結構有効活用できたり、この引き戸のとこもね押し入れになってますし、2階もあるんですよ。まずここをね綺麗に掃除してから、ハイエースの内装をバラして、バラしたパーツは保管しておきたいなっていう感じです。さあ行くぞ。とりあえずなんとなく物は全部出しました。こっちもね、運転席から後ろがもうキャンピングカー仕様になっちゃうので、ここの床とかね、ベッドキット、あと前回のハイエース紹介動画からもっとカスタムした部分があって、こういうね工具とか吊り下げるために作った有効ボードをですね、窓を埋めた有効ボードとか、こういうネットね、こういうのも今から全部外していきます。やっていきましょう。外してく。
ちなみにこの板も外すんですけど、今セカンドシート外すための工具が愛知県の賃貸にありまして、ビルダーさんに取り外してもらう予定となってます。なので本当に納車時の状態、ほぼほぼこのセカンドシートはね、もう買えないですけど、納車時の状態にしたいと思います。モバイルバッテリーだけ残してね、こんな感じですね。まっさらの状態ですね。で、ここのね、ボディとかもね、穴開けますし、天井も穴開けたりして、もうこの見た目がだいぶ変わりますので、お楽しみにしていてください。では、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。